エルサリアへようこそ。私の名はルシリス。地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではレディ、私の質問に答えてください。世界が破滅の危機に陥った時、我々を救う者は？あなたはこの世界で何のために生きていくつもりですか？国を治める者に必要と思われる能力は？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする舞台はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？城が包囲されております。レディ、お前はサルラスへ逃げろ。あそこには我が友ホーキングがいる。途中までナームが案内する。急げ。父上、何を言われるのです。案ずるな。これ式で落ちはせぬ。もしものためだ。敵が動き出しました。モルコフ、レディを頼む。このボルコフ、命に代えましても。王子、敵が来る前に早くここまで脱出を。何をしている。早くナームの元へ行け。行かぬか。その程度でこの私に立ち向かうとはいい度胸。
こちらへ。俺の名はテイラー、ここは一歩も通さん。これ以上進ませるわけにはいきません。無駄な抵抗はやめることだな。我が力見せ。お前も年だ、無理はいたすな。大丈夫です、まだまだ若い者には負けませんって。あまり年寄りをいじめるものではないぞ。この一撃、力が湧いてくるようだ。ふん、バカめ。
事、お願いです。これ以上戦うのは危険です。早く行かぬか、レディン。レディン様、私が安全なところまで案内します。しかし、父上のことが心配だ。王子を送った後で、私が城へ戻って王をお助けします。頼むぞナーム、私もサルラスで援軍を集め、必ず戻ってくる。私が奮起すれば、皆はついてこないからな。王子、前方に人影は。敵か、いや怖がることはありません。私の名はレディ。すみません、びっくりしたもので。驚かれるのも当然です。この辺りは野党が多く、非常私たちは巡礼の旅の途中なんです。これそうでしたか。よろしければお送りしましょう。すみません、わざわざ送っていただくなんて。構いませんよ、クリスさん。我々もサルラスへ向かうところだったのですが。王子、先ほどからただならぬ気配が。
野党か。クリスさん、町はもうすぐです。一気に抜けましょう。はい。よし、行くぞ。ん？後ろからも野党が追ってきます。皆殺ししか。あまりクリスさんから離れないように行動しましょう。わかった。これでも食らえ。殺せ殺せ、やつしかしか殺せしか。力が湧いてくるようだ。私に剣を向けるなど10年早い。
聞か聞か殺せ聞か聞かホーキング様、町の近くで巡礼団が襲われています。何？急いで助けに行くぞ。はっ、みんな俺についてこい。行くぞ。
殺せ殺せ、奴らを神に。野党を一掃するぞ。こいつらを町に入れるな。負けるわけにはいかねえだろ。神よ、我が身ささっ。やつらを逃がすな。
ぞ。神よ、我が身を捧げます。しかー町は目の前だ。止まるな、走れ。もっと強い。お前殺す。しかしんよ。
けるわけにはいかん。こいつらちょっとだけ強い。でも今度会ったらお前たち必ず殺す。クリスさん、大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。王子、レディン王子ではありませんか？王子？ホーキング公。お久しぶりです。一体どうしたのですか？実はバルディア城がダルジ…何ですと？ではイルザ…わかりません。ですから早く援軍を集め助けに戻らねばなりません。わかりました。私が兵を集めましょう。ですから王子はゆっくりとお休みください。ホーキング公、感謝します。まだまだ若い者には負けませんぞ。エルサリアへようこそ。今この世界は、そこで私はずっとあなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため。それではエルミン、私物資の補給中敵に奇襲を受けてしまいました。あなたならどうしますか？無敵の部隊を作るためにあなたが最も重要だと思う、あなたの指揮する部隊に求めるものは？あなたはこの世界で何のために生きていくつもりですか？あなたにとって愛とはどのようなものですか？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？あなたは何のために戦うのですか？知りたくねえなら俺の質問に答えろ。リア、はい、誰ですか？レオ様、目当ての娘を発見しました。うむ、よくやった。急ぎましょう。このままでは領主が兵を率いて現れるかもしれません。うむ。いや、来ないでください。急げバルド、領主が現れては厄介だ。はっ。大変だよエルミン。どうしたんだヘイ。村外れに
レイガルド帝国の兵隊が攻め込んできたんだ。村外れに？確かその辺りはヘインの幼馴染が住んでいるって言って。そうなんだよ。だから急がないとリアナが危ないんだ。頼むから手を貸しておくれよ。わかった、すぐに出るぞ。村人はどうしますか？我々の行動を見られましたが。無益な殺生はするな。我々の任務は人殺しではない。お前はバルドーの退路を確保しろ。はい。お前がリアナだな。怪我をしたくないなら俺たちと一緒に帝国。私に何の用が？いきなりのことで申し訳ない。私はレイガルド帝国青龍騎士団を率いるレオンと申す者。私は？ベルンハルト陛下があなたをお待ちだ。帝都まで来ていただけぬか？私がついていけば村の人に手を出さないと約束してくれますか？無論そのつもりだ。女性をさらうような不名誉に加え、無抵抗な村人まで殺すような恥をさらすわけにはいかん。ただし我々に対して剣を向ける者は。わかりました。ではついていきます。すまぬ。礼全員に告ぐ。無益な殺生を禁じる。安心したまえ。我々の任務は人殺しではない。はい。行くぞ小娘、さっさとついてこい。さあおとなしくついてこい。痛い。そんなに強く引っ張らなくてもついていきます。くっ、捕虜のくせに生意気な小娘だ。よし、本陣へお連れするのだ。ただ以後気をつけます。待て、この村で好き勝手にはやらせん。レオン様、村の自警団が現れました。早いな。だがたかが自警団ごときを気にすることはあるまい。なんだと、たった数機で来たことを後悔させてやる。愚かな。くそ、こいつらだけでも俺一人で倒してやる。落ち着け、冷静でなければ戦場では生き残れないぞ。無理はせずに傷を受けた部下を自分の周りに戻すようにしろ。そうすれば部下の体力が少しずつ。わかりました。した甲斐があったかな。
つまらんな。剣が使えん作戦など面白くもない。せっかくだ。やめて、約束が違うわ。うるせえ。お前を捕らえたからには。おら、どけ、邪魔だ。助けて。待て、バルド、勝手な真似はするな。ひどい、どうしてそんなことを。うるせえぞ小娘。お前も痛い目を見ねえと。わかっ、やめるか愚か者め。無益な殺生は控えろと言ったはずだぞ。申し訳ありません。これよりバルド様の退路を確保します。お前はこれが初陣だったな。お気になさらないでください。私はレオン様と共に戦えるだけで光栄です。すまない。行くぞ。これに耐えられるか。おお、覚悟。私に続け。敵を一掃。はレオン様に続け。行くぞ。気をつけろレアード、敵はパイク兵で編成している。波状攻撃で突破口を開き指揮官を狙います。うむ、敵を撃て。これ以上好き勝手にやれると。これで勝てとも。また強くなったぞ。力がみなぎってくる。レオン様、すみません。死なせてしまうとは。万全、行くぞ。そうね、私たちで何とかしましょう。この村は俺が守る。くさばりやがれ。舐めた真似しやがって。その首もらった。パイク兵を連れていようと我々青龍騎士団はひるみはしない。面白え、やってみやがれ。リデル、さすがに手強いわ。漁師様が来るまで部隊を突出させず。
私たち約束したじゃない。リーダー、もうたくさんよ。これ以上村の人には手を出さないで。言ったはずだ。歯向かう者は切ると。そんな、自警団の皆さんお願いです。帝国の人たちに逆らわないでください。私は戦います。愛する人を奪った人たちを許すわ。愚かな。なかなかやるな。その首もらった。今助けるぞ。お願い、逃げて。待ってろ。必ずと。このバルドー様の邪魔をするとは愚かな奴らめ。ちょうど暴れ足りなかったところだ。
なんだ貴様は。死にたくなきゃ地獄に突き落とせ。すぐ強くなったぞ。バカだレオ様。何、バルドがやられるとは。レアド、はっ、行くぞ。何としてもあの娘を帝都へ連れて行かねばならぬ。はっ。我が領地内での勝手な振る舞いは私が許さんぞ。帝国の騎士団を追い払いましょう。領主様の軍だ。敵の援軍です。分が悪いが仕方がない。はリアラ殿、またお迎えに参ります。なんとか終わったな。助けていただいてありがとうございます。私は光の神殿の巫女。俺の名はエルヴィン。当てのない旅をしている。偶然この村に滞在している時でよかった。エルヴィン様、本当にありがとうございました。いや、そんなかしこまらないでほしい。それより怪我は大丈夫です。エルヴィン様の方こそ。俺は大丈夫だ。それよりエルヴィン様っていうのは。それなら私もリアナと呼んでください。さすがエルヴィン、かっこよかったよ。ヘインも助けてくれてありがとう。リアナが無事でよかったよ。皆さん、怪我はありませんかな。一度は退けたとはいえ、いつまたあの者どもが戻ってくるとも限りません。ありがとうございます。よろしくお願いします。それなら早く出発しようよ。暗くなってきたし、オイラお腹も。まあ、ヘインたら。そろそろ出発しましょう。では、屋敷へご案内します。
エルヴィン？ん？ディアナ。眠れないの？ああ。私もなの。戦いなんて初めてだったから。え？エルヴィンが私を守ってくれたから。とっても嬉しかったの。ありがとう、エルヴィン。調子が良かったみたいだ。